妖魔と化してまで貫くか。その忠義見事なり。命運を共にしてこそ兄弟、すぐに後を追わせてやる。見事よ。これで白馬は落ちた。文鳥よ、今は春、旅に出るには良き季節よな。遠心にはかつて青龍が天より舞い降り人に囚われたという伝承があるらしい。まさか兄者がそこに。その伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう。旧車に繋がれていた馬を連れて参りました。セキトが生きておったか。千里の旅にはうってつけ。しかし主を選ぶ馬です。奇遇でしたな。さすがは関羽殿。旅に出るなら選別を与えねばなるまい。この関羽、必ずやご恩に報いましょうぞ。遠心の砦は妖魔の巣窟とも聞く。雲長を助けてやってくれぬか。
エキトク生きていたか。早々にクラゲしやがって。俺が兄貴を探してないで。てめえは待て、エキトク、その兄者の居場所が分かったのだ。敵トラクト抜かしてんじゃねえぞ。嘘はつかぬ。この青龍円月刀にかけて。そう来られちゃしゃねえ。それで兄貴、龍兄の居場所ってのは。曹操殿の話によると、この遠心にいるとのことだ。信用できんのかよそれ。だがまあ、今は信じるしか道はねえか。来るやつを締め上げて、生意気なものはこれでぶん殴ったりした。一人で山賊の真似をしていたのか。まったく、お主というやつは。まあ、そう言うなよ。行く先々の山から賊がいなくなって、かえって感謝されたくらいだ。
古の領土か。長々しい気配を感じ、中には妖魔がワンサカいるんだろうな。やれやれ、面倒なことになりそうだぜ。怪しげな、今にも動き出そうだ。やはりただの兵馬俑ではなさそうだ。どうやら墓荒らしにあったようだ。次も頼むな。一丁上がりってな。よし、次だ。
つはえれえ冗談じゃねえか。龍兄は一体どこで何してるんだ。見渡す限り炎症軍だらけじゃねえか。もしや炎症のもとに身を寄せざるを得なかったか。とにかく会って話を聞かねばな。なかなかやるじゃねえか。
くそ、ざまんねえな。すまねえ、この借りは絶対返す。
無様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は？分かったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴！炎症！てめえ、ふざけたことしやがって！皆絆に縛られて滅ぶがいい！運長、生きとく。私に構わず逃げよう。兄さん、なんということだ。嘘だろ、俺たちのことを忘れちまったのか。兄者を置いて逃げられようか。
たちは死ぬまで一緒だろうがよ。アニジャを置いて逃げられようか。俺たちは死ぬまで一緒だろうがよ。アニジャを置いて逃げられようか。俺たちは死ぬまで一緒だろうがよ。アニジャを置いて逃げられようか。
嘘だろ。俺たちのことを忘れちまったのか。兄者を置いて逃げられようか。俺たちは死ぬまで一緒だろうがよ。兄者を置いて逃げられようか。志はあれど力のなかった私は生まれし時は違えども死す時は同じ運長益徳とそうちぎりようやく世に出る機会を得た。奮闘むなしく私は多くを失い命さえ落としかけた。なれど失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心、信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために私は再び前へ進もう。
か、兄貴。そなたと兄弟の思いがこの身の容器を沈めてくれた。この恩生涯忘れぬ。